さようなら。木の実の魔法、ピエトロは大丈夫です。別れの木の実では、ヒューはピエトロの記憶を。ヒュー様、正しき道を選んだな、我が娘よ。風族は風族のみで生きねばならん。世界を破滅の危機から救うためにも。さあ、皆の者、人族の地に長居は無用だ。我らが世界、風族の世界を求めて。その上、ヒューのことを忘れるなんて。そんなこと、できっこないよ。ごめんなさい、ピエトロ。でも。わかってる。自分のためにしたんじゃないさ。木の実の魔法を使ったのも、僕の記憶を消そうとしたのも、ヒューが、自分のためにしたんじゃないって、わかってるよ。なんてこった！木の実の魔法が効いてないのかい？僕の竜の力をなくさせないために、僕が後で悲しまないように。そう思ったんだ、ヒューは。さあ、行くぞ！ちょっと待って！待ってください！家族の王者さん。ピエトロ！ん？いいんだよ。前も言ったよね。竜の力がなくったって平気だって。それより、ヒューと一緒にいられた方がいい。ピエトロ。僕は、笑っているヒューが好きだよ。それに、今まで僕は、誰かに何かをしてもらうばかりだった。
僕が竜の力をなくしてみんなに迷惑をかけたのに。誰も僕を責めたりしなかった。お父さんもお母さんも僕を信じて見ててくれた。僕にはそれが辛くて、でも嬉しくて、とても不思議だった。自分のためじゃなくて誰かのために何かするって本当にすごい。それは誰にでもできることじゃないよ。だから分かったんだ。ヒューも僕のために風族の世界に帰ろうとしてるんだって。それにオサさんは世界を守るために、そしてヒューのためにこんな遠いところまで探しに来たんだ。みんなが誰かのために何かをしている。今度は僕が誰かの何かのためにする番だ。僕がそうしたいんだ、ピエトロ。ごめんね、お父さんお母さん、また甘えちゃうけど、お願い、今度も僕のやりたいようにやらせて。ピエトロ、良い旅をしてきたな。はい。待て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 。ガミガミ魔王さん、あいたといた、真のヒーローの登場だ。ふん、今すぐ俺様があの鳥人間ども片付けてやる。片付けるって？こいつは俺様が超スピードで作り上げた物質転送マシン搭載ガミガミロボだ。これであいつらを一気に別世界に弾き飛ばしてやる。あいつらなかなかの悪だからな、この世界に悪は俺様一人で十分なのよ。この前はチートを油断したかな。今日は大大大大逆転勝利で決めてやるぞ。これぞ男のロマン。だがよ、こいつはそのアネモリトスがなければ動かんのだ。よこして。ありがとう、カンガミ魔王さん。え、でももう必要ないんだ。ん？ん？